ミニカーのカー君の夢の場合。僕はアックンのミニカーだ。アックンは僕をカー君と呼んでる。僕たちはとっても仲良し。お話だってできるんだ。僕は毎日アックンと遊ぶんだ。アックンのお得意は渋滞ごっこ。 机の上におもちゃの上。テレビの上はスリル満点。後ろに落っこちたら大変だ。ブぷー今日も大渋滞でーす僕の夢は、あっくんを乗せて、本物の街を走ることなんだ。ねえあっくん。僕、早く大きくなって、 アっを乗せてあげるからね。いろんなところへドライブしようね。うん。約束だよ。次の日、僕は大きな猫のプーちゃんに聞いてみた。ねどうしてそんなに大きくなれたのそうだなぁ。ゴロゴロしてたからにゃ。 僕は、あっくんと遊ばないときは、ゴロゴロしてみた。だけど、全然大きくなってる気がしない。今度は、もっと大きな犬のゴンちゃんに聞いてみた。そうだな。庭をいっぱい走ったからかな。僕は、あっくんと遊ばないときは、走り続けてみた。 だけど、やっぱり大きくなってる気がしない。僕はすっかりボロボロになってしまった。僕は、あっくんのママに聞いてもらうことにした。ねえママ、僕のミニカーはいつママの車みたいに大きな車になるのすると、ママは大笑い。 <laughs> ミニカーはずっとミニカーのまま大きくならないのよ知らなかった僕はずっと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 ミニカーのままなんてあっくんは黙っていたその日からあっくんは僕と遊んでくれなくなった お絵描きばっかりで、渋滞ごっこもしなくなった。約束が守れなかった僕は、嫌われちゃったんだ。僕は、家ですることにした。行き場所は、ベッドの下だ。そこは、一度入ると、見つけてもらえなくなる。 さよならの国。僕がどんどん進んでいくと、そこにいたのは、片方蓋のない赤マジックのおじさんと、シールの塊さんと、マのおばさんだった。君は、あっくんのお気に入りのミニカーじゃないか。こんなところにいたら、あっくんが悲しがるぞ。お帰りなさい。 僕は涙が出てきた僕守れない約束しちゃって悪に嫌われちゃったんだ悪気はなかったんだけど <laughs> <laughs> それなら自分から。 また仲良くしたいって言えばいいじゃないか。ほら。傷くらいなら隠してやるぞ。赤マジックのおじさんは、僕の傷ついた部分を赤く塗ってくれた。そうよそうよ。うよ私なんて5分でポイされちゃったんだから、いつも遊んでたあなたが羨ましいくらい。 これは特別よ。シールの塊さんは僕にとっておきのピカピカシールを貼ってくれた。あたしなんか家族中の嫌われものよ。好きな友達がいるあんたは幸せ者なのよ。くものおばさんはほこり玉で僕をパタ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 。僕は ピカピカになった僕たちのように忘れられたものになってしまう前にさあ行っておいでみんなありがとう僕はベッドの下から出て行った僕は そっとあっくんの背中に近づいた。あっくんあのね。あのね、僕。すると、あっくんはくるりと後ろを向いて。あっ母くんちょうどいいところに来た。僕ね。 あれからずっとどうしたらカくんとの約束叶えられるかって考えてたんだ。でね、思いついたんだ。ほらそう言って、あっくんは画用紙をいっぱい出してきた。画用紙の上で、僕とあっくんはいっぱいいっぱいドライブしてた。 さて今日はどこへドライブしようかな。